危ないクレジットカードは危ない確かに昔そんなこと言われてましたねクレジットカードで決済するとそっからね個人情報をボンボン抜かれてお金がなくなっちゃう借金だらけになっちゃう誰がこんなこと言い出したんですかねそして誰がこんなこと信じたんですかね何を考えてるんでしょうかねワールドワイドで使われてるビザとかマスターとかってねこの審判会社に対してそういうことを知らない日本人がクレジットカードは危ない借金をかまされる詐欺られる いいつの話ですですかととうこまあ、最近ではそれが、クレジットカードというものから、ペイペイとかね、電子マネーとか、ビットコインというものに名を変えて、暗号通貨危ないと、出川組だ、詐欺られるとか言ってますけどもね。うん。やっぱり人生で詐欺られてばっかりだったんでしょうかね。もしくは詐欺られてやられっぱなしだったんですかね。やっぱこう、学んでいかなくちゃいけませんよね。一個詐欺られたら一個覚える。一個詐欺られたら一個構えるみたいな感じでもうね、さすがに30過ぎて40過ぎれば、 もう詐欺にかからなくなってくるみたいなねそんな防御力を身につけていかなければならないのかなと思いますし大切な自分の資産ですからねそれこそ詐欺にやられましたみたいなのははっきり言って泣き言ですよそういうものが世の中にあるってもんだということを心に留めてえそしてですね信頼の向こうに詐欺はあるんですよなんで詐欺られるか信じるからなんですよね、信じるんじゃないんですよ自分で判断するんですよねこの判断すると信じるってのはだいぶ違いますからね まあ私が信頼するのはもう言うまでもなく吉谷さんですね吉谷さんは信頼できますよなぜならこの動画のリレー無意味にも返してきますからね、うん、でこんな無意味なことを何千回もできる吉谷さんがわずかね数十本のコンテンツカリキュラムのその情報商材をね下げるわけがないですよ、うん、それこそねお金を入金したらサポートが全くなくなるとかドローンするとかねいい加減なことばっかりするような人が山ほど溢ふれてます だからね私もそうですし吉谷さんもそうかと思いますけどもまあ相当な覚悟がないとね紹介とかしたくないですよ本当にでただ紹介しただけこういう人がいますよって紹介しただけなのにお前が詐欺だっていうねこっち来ますからね、うん、だからやっぱりどんなことを言われてもどんなものを見ようともそれを信じたのは誰ですかっていうところそしてその人をね目利きですよ魚は 腐ったものと新鮮なのを見分けないといけないんですよ。お腹壊しますよ。情報も同じです。見た瞬間、同じ魚に見えても、こっちは鮮度がいい、こっちは鮮度が悪い。見分けられないとね。やっぱりね。うん。だからやっぱこう、情報業界ってのは、情報業界に限りませんけども、何でもそうですけどもね、これが正解ですよとか、これは正しいですよって誰も教えてくれないですよ。教えてくれる人がいるとしたら、その人、 ね、これが正しいというふうに言ってくれた人が正しいのかどうかも見定めなくちゃいけないですよね本当にね自分の人生自分以外に責任を持ってくれる人いませんからねクレジットカードが危ないとかクレジットカードは詐欺だとかね、うん、確かにクレジットカードが詐欺だと思っていた時期はあるでしょうでもやっぱりねそう思っていても先に進むしかないんですよ多少の詐欺はねかすり傷程度その気持ちで進むしかないと思います